皆さんこんにちは CSK です今日の動画は久しぶりの洗車系の動画になりますさあそしてこちらにいるのは私が今年の1月に納車されたレクサス LBX なんですけどまあ、多分日本全国のレクサス LBX の中で一番汚いいやちょっと違いますね保管状況とか洗車状況が悪い LVX だと思いますとはいえですね私も今ラスターアンバサダーとしてやらせていただいてますけどラスターのネモさんにこちら EX キーパープレミアムを施工していただいているのでコーティングの質とかあとは施工状態っていうのは一番いい状態なんですけど私も過去に何度かそういう件動画出してるんですけど洗車ガチ勢の人を呼び込みたいわけじゃないんですけどもともとコーティングアンチだった人間そして理屈だけで事実を考えようとする側からするとやっぱりどれだけいいコーティングをしても定期的な洗車とか ケアをしてないと素人目から見るとコーティングが落ちたとかコーティングの質が悪かったって感じるような状態になるんですよねなるからして私個人の感想としてはいいコーティングをかけた後にですねまあ月1じゃ少ないですねやっぱり2週間に1回ぐらいは洗車機でもいいんで洗車した方がいいし台風とか硬砂とか花粉とかちょっと特殊なものがボディについちゃう時っていうのはそれが付着した状態を放置しないことこれがとっても重要だと思っています 思っていいますととうことでそういうことを言っておきながらこの半年間、いえ8ヶ月間ぐらいで自分で洗ったのは2回ぐらい洗ってもらったのはもう4回ぐらいなので相当洗ってないそんなこの LBX を使って今日は1個動画をお届けしていきたいと思います。とということで今回のの動画の企画企は EX キーパーを施工してから半年以上非常に劣悪な環境で青空駐車保管した場合に発水効果はどれだけ落ちてしまっているのかそしてこちらのキーパー純正のミネラルオフを使えばどれだけ元通りに戻せるのかというところを実践していこうという企画になります。 そうなんですよね。私がキーパーコーティングを押す理由というのはもちろん施工した状態で施工されたこの車を触ったり見たりすることによって素人目に見てもですね、従来のガラスコーティングと圧倒的に違うということが実感しやすいからというところでもあるんですがさっき言ったようにどんなコーティングでもこのように洗車を全くしないで汚い状態にしていればいろんな効果は落ちゆくものただそれがそうなった時にちゃんとメンテナンスできる溶剤とかサービスを提供しているから。 そそしてそれが全国で誰でも一応受けることができるからキーパーコーティングが一番おすすめしやすいと言えるというのが私の中での結論なんですけどこんな感じでね筋ができるまで洗車しないなんていうのは当たり前なんですがこの筋ももう指でほきれいに取りきれないぐらいの分かりますかね指で拭ったその下にもまだ線が残ってますよねそのぐらい全然洗車してないんです。 現在お借りしたガレージの中で撮ってるんですけどいやーちょっと日に当たってないとこでも汚すぎますねちょっとどうしようもない状態なので、まあ、その、ね、今回の企画の趣旨が見ていただけるようにこの汚れが付着した状態ですね洗車も何もする前っていうのは非常に撥水が落ちたようにどんなコーティングをしてても見えるのでそこの水の弾き具合をお見せしますでその次にただのシャンプー洗車だけをしてみてどれだけ回復するのかですねこちらをお見せします そそしてその洗車をした後でも弾きが悪い部分についてはもうミネラルが固着しちゃってるってことになるのでここで純正のミネラルオフの出番となりますからそのミネラルオフを使ってどれだけ発生が戻ってかをお見せするとちょっとさすがにね洗車嫌いの私としては LBX とはいえこれ全体をやる気力が今ないのでミネラルオフについてはこのですね一番流れが緩やかで発生が落ちにくくなりやすいボンネットのところをやっていこうかなと。 思いますそしてさっきからここに置いてますけどね過去にも紹介したことがある洗車の吹き上げタのスキップスなんですけどこれにですねコンパクトサイズのスキップスジュニアというものが登場しましたそして従来から大盤の一気に吹き上げるタイプの方はスキップスプロという名前に変わってこの2サイズ展開でやっていくということになったみたいなんですけど以前私が動画で紹介した時はまだ試作品だったのでこのねタオルの吸水力が販売版よりも低かったんですよねで今回ジュニアが出たことでいろんなユーチューバーの方とかも取り上げてて私がやら なないようなガチ検証とかも見たんですけどやっぱ圧倒的なな吸水力なんですよね今回何度も洗ったり拭いたりもしなきゃいけないのでこちらも使っていこうと思いますしこの最後の仕上げ拭きに必要だなと思ってたベストサイズが出たってことなのでこの使用感なんかもお伝えしていこうかなと思います。スキップスについてもですね私の専用クーポンを発行していただいてます概要欄に載せてますのでぜひこういったものもご活用いただいて気になっていた方はぜひ購入されてみてください。 それでは早速水流というか水はじきチェックしていきましょう、本当に青空保管で最後の洗車がいつかわからないぐらいの汚い状態、いきます、せーどよ、ちょっとこんな感じです、わかりますかね、びちゃっと、ね、もう発生してないですよね、ほぼね、こんな感じです、まあ、もちろんこの高圧洗浄機を当てることによって表面の汚れが落ちたりするところはあるんですけども、でもほぼほぼ浸水状態ですよね、カメラちゃんと映ってるかな。 当たった瞬間からもう馴染んじゃってますよねこれがまあその洗車とかを次第で放置すると成りゆく状況ですね だから昔私は知識がなかった頃はもうこれでコーティングが剥がれたものだと思ってたわけなんですけどそれこそ泥とかが一番こういうのなりやすくって雨の日に路肩のね泥水バシャーってこう跳ね上げたりかかっちゃった状態だと1日でこうなりますでその状態で洗わないで放置すればするほど水でかけただけじゃ取れなくなってどんどん固着していくっていう感じになるのでこの今の状態でも EX キーパーのコーティングの膜自体は全然変わらずに残ってるんですけどその上にこう層になって汚れが固まっちゃってるのでちょっと水で流したくらいじゃ 落ちなくなくっっってててるると普通の方ってこの方こ水弾きを見る時って洗車前なんですよね洗車後って洗車機が終わったり洗車やり終わった後で拭き上げてるんで完全に拭き上げて汚れを取った後にもう一回水をかけて水はじきが戻ってるかチェックすることってあんまりないのでこういう状況になっただけでコーティングが剥がれたと勘違いする人が多い私もまあそのうちの1人だったしそれを見てコーティングアンチになってたっていうそういう加工もあったりするわけなんですねじゃあ早速ここからちょっとテンションは上がってないんですけど洗車をして 洗っってて水かかけたらどううなるか早速やいいこうと思いますちなみにかけ始めて気づいたんですけどこう横はね割とこんなに汚い状況であったとしてもバッチバチに弾いていることの方が多いですねやっぱりこう重力があるので汚れ自体も下に落ちてきますから固着しにくいっていことですねボンネット見たらとどまりづらいのでこんな感じです、まあ、この横も多分洗えばさらに綺麗になると思いますので早速きれいにしていこうと思います。はいということで少し時間をかけて無事に洗車が終わりました。 やっぱり私洗車嫌いですはい、だいぶ汗だくで疲れちゃってますがこの状況でシャンプー洗車した状態どうなったのか早速お見せしていこうと思いますいきます <noise> はいわかりますでしょうかなんとですねシャンプー洗車だけでは、まあ、ほぼ発水は回復しなかったという結果になります さっき、ちょっとこっちの価格で撮ってなかったんですけどね、このボンネットの下の部分はですね、このように、わかりますかね、結構弾いてますよね、さっきね、ここも割と上と同じように浸水っぽくなってて、あんまり弾かなかったところは、1回のシャンプーで落ちたんですけど、やっぱりボンネットのこの上の部分っていうのは、水がね、流れにくい、傾斜があんまりついてないので、ずっと滞留しやすいわけですよね。今こうやって見ててもやっっててて見ももぱり水も結構 残ってますもんねこの状態のまま何ヶ月も汚れが蓄積していると1回のシャンプーぐらいではよくならない。 かといってこのシャンプーをものすごく力を込めてゴシゴシやると今度はボディの傷の原因にもなってしまったりするのですごく悪循環なんですよね。だからこうなりたくない方はとにかく蓄積しないように2週間に1回洗車機でも1い回い入れに行くあとは純粋じゃない方が多いと思うので吹き上げをしっかりやること、まあ、これを守っていかないとこうなるぞっていう改めて青空注射の怖さっていうところなのかなと思います。でではここここののののの状態をを改善すするべくこのキーパーパ公式のミネラルオフ剤を使ってて今から綺麗にしていううと思うんですがこの水 水がついている状態ではだめなのでせっかくなんでまずはこのスキップスのプロを使っていきましょうとはいえ、ね、水はじきがあまりにも悪いもうコンディション最悪のボディなので多分吹き筋は、ね、いくらスキップスだとしても残る気はしますがもう吸水力は段違いなのでちょっとやっていこうと思いますでは開封した直後ですけど早速使っていきましょうせーのポンよいしょあー相変わらずすごいな分かりますかもうこれ 拭き筋残ってないんですよちょっと手持ちでごめんなさいわかりますかねこれさっきまでの水がかかってた部分ですねで今適当にボサッと置いて1回引っ張っただけでこれですでここなんかわかりますかね1回のシャンプーじゃ取れなかったこのボディの汚れが早速残ってるのもわかりますこっち側の拭き取れなかったところとは全然状態違いますよねもう全く水残ってないわびっくり正直表面のコーティングがツヤツヤじゃないと 吹き筋だけは残って見栄え良くないかなと思ったんですがさすがやっぱりねこのスキップスを進める一番の理由はもう他のの、ね、会社のタオルじゃ真似してないような吸水力の高さなんですよ段違いですそれもいろんな検証してる YouTube もあるのでそっち見ていただければと思いますけどその分欠点というか気をつけなきゃいけないのはもう乾くのにめちゃめちゃ時間かかります外に干しといても本当にどうだろうな午後とかから干し始めたら夕方まで乾かないこともあるぐらい1つのタオルに信じられないぐらい水が 給水できるのでそれによるこの1回のバチバチの吹き上げができる、まあ、しかも普通のねこういうパイル生地と違って両面だし縁にも何もないしっていうのは今存在するこの洗車用の吹き上げタイルとしては最強の使い勝手なのかなと思いますいややばいないやもう私完成版使うの初めてなんで今回ちょっとビビってますうわー超楽私結構ズボラで適当マンなんでねこういうタオルじゃないとやる気になんないうわーすごい楽 いいよ窓ガラスとかも、ね、ひゃっと拭けるのが超楽ちんです今ボンネット拭き上げたぐらいでどうだろう3割も水吸ってない感じじゃないですかねだから車全体は LBX なんかはもちろんですし RX とかでも意外に1枚でいけちゃったりしますこちらね従来かはるスキップスプロ大きい方でした。 それではミネラルオフです放置しとくとね、粉と分離するタイプなんでよく振って液状化させた状態で使っていきますいろんな使い方ありますが私はこの一般的なマイクロファイバークロスに少量ずつ出して塗布しその溶剤が残ったままだと良くないのでそれがムラにならないように綺麗なところで拭き上げていくという手順を取っていきます液体はですね、こんな感じのちょっと白濁とした感じの液なんですけどこれを染み込ませてあげてそれをこう丁寧に 塗ってあげますね最初でこの塗ってあげた部分を綺麗な面で拭き上げていく感じですね。拭き上げてあげるとここだけ、まあ、明らかに <laughs> ツヤツヤのヌルヌルになるんですよだから手触りで分かります他のところは、ね、結構こうキュッキュッキュキュキュッと止まるんですけどさっきやったところだけスーンといくような感じこれで目で見つつ手で触りながら全面的にミネラルを施工していきます。 キーパーパコーティングを依頼するなら確かな技術と実績のラスター。 ははいそれでは先ほどからですね10分もかからないぐらいですかねボンネットの部分だけにミネラルオフを施工してみましたさすが LBX サイズがちっちゃいこともあってあっという間に終わりましたそしてこういうふうにです、ね、溶剤を塗ったりとか綺麗に拭き上げると、まあ、飛び石とか傷に気付くもんですね早速飛び石2個ぐらい発見して内部になっているところですがこれで水弾きが明らかに変わるはずなのでちょっと早速ぶつけ本番ではありますけど水かけてやっていこうと思います。それでは行きますせーの あ,あもう変わってるわかりますかこの弾きああ懐かしい確かにネオさんに施工してもらった時はこうだったはずこうですよこう ね、さっきはもう完全に水玉になることもなくビチャーってなってたと思うんですけどそれをほんと10分かからないぐらい塗り広げて上についている汚れを取るようなイメージで力を入れて拭くとこんな感じになります。水今かけちゃったんであれですけどここら辺にあったさっきのシミみたいなスキップスで拭き上げた時に残ったシミとかもスポンジとかクロスで拭くだけじゃ落ちないんですけどこのミネラルオフがついている状態でゆっくり拭くと汚れも結構きれいに取れるので上に乗っているものが取れてる感っていうのは結構実感できるんですよね。 そうこのぐらいね水弾いてくれないとやっぱり洗ってても面倒くさく感じちゃうしあとは水分が勝手にねほっといてもこのぐらい落ちていくので結局タオルでの拭き上げの効率アップにもこっちの方がね良かったりするわけですよだからやっぱあの浸水状態になっちゃってる状態で放置するとかもしくはノーコーティングであの状態でやるっていうのは洗車そのものの意欲を下げかねないので、まあ、やっぱり我々みたいなズボラ人間はそれなりにちゃんとはくコーティングをしてあんな状況になるまで 放置せずに最悪洗車機でもいいのでちゃんと2週間に1回ぐらいは洗っていくこれが青空のの鉄板なのかなかと思いますねちなみにここから下はですねミネラルウーフをやってなくてちょっと側面なんでそもそも水はじきがボンネットよりは良かったとはいえ水はじかない感じが見比べれるのでお見せしますせーの。 こんな感じですビチャーっと水が当たっているところが伸びているのが分かりますかね、これ弾いてるのは、ね、上から落ちてきてる水玉なんですよ、下はね弾いてないんです、ほらほら、こんな感じで伸びーっていう、これが上は瞬時こんな感じです。 伸びないですよね、まあ、この違いですよ側面でもこのぐらい放置しすぎるとなるってうことなので皆さんこまめな洗車頑張りましょう危なく忘れるとこでしたこのスキップスジュニアですねこれがスキップスシリーズとしては初めて今回登場したっていうものになりますかなりコンパクトですねちょっとカメラの画角でギリギリあれですけど手を広げた幅と同じぐらいですかね今までのスキップスもかなり拭き取りはできたんですけど水をさっき言ったように吸い取る力が強いのでどんどん重たくなっていく状態で 全般拭いた後の細かいところの拭き上げに使えなかったんですよね、まあ、使えないことはないけど大変だった、それがこのコンパクトな仕上げの拭き上げ用のものとして登場したのがこのスキップスジュニアということです。まあ、同じ吸水力でちっちゃいだけなんで、とりあえずさっき拭いたところ、同じようにやっていきます。せーのほいよいよよしょザザザザザやばこんな感じですよ 吹き残しがないの分かりますかこんな感じですコンパクトだとしても全然何ら変わらないですねまだ表面がこのキュッキュッってなるところまあ,あんまあボディ指で触るの良くないんですけどこう全然吹き残しがないのがお分かりいただけますでしょうかちなみにさっきはですねこのあたりにあの水しみみたいな汚れついてたんですけどこれもミネラルオフで綺麗に元通りになっております はいせっかくなんで今回のスキップスのジュニアとプロそれぞれサイズ比較できるようにちょっと置いてみました LVX オーダーの方はイメージ湧くと思いますで、元々こちらのスキップスプロもそもそもそんなにめちゃめちゃ大盤ではないんですよねなぜならば両面 タイプでであるるし吸水力が多いいいのでこれよりり大きくくくななと重たくなりすぎて扱いにくいからだからこそのジャストサイズということでネモさんとか現場で働いている方の声も集約されてこのサイズになったということなんですが大きさ的にこんな感じです。私は身長170ないぐらいですけど胸の高さと比べてこのくらいだからちょうどこうさっきから、ね、動画でも使ったようにうポンって置いた時の大きさとしては扱いやすいし重くもなりすぎないっていうサイズ感になります。ここのススキップスジュニアはは、まあ、今みたいな使いな方をすることは あんまりないでしょうねこれどっちかっていうとこれ1個じゃ完結しないので細かいとこ拭く用なので例えばこう2つに折ったりとかもしくは4つに折るっていうんですかこのぐらいのサイズ感にして拭き上げるのに使うのもいいし、まあ、ちょっとどうだろう半分ぐらいかな半分ぐらいでパーってやれば気楽に拭ける感じですねあとはこう手に持ったまま細かいところをこうやって拭いていくこのイメージこういう使い方をするために新しく登場したスキップス Jr. とということでスキップス2つのご紹介も合わせて行わせていただきました。はいということで今回の動画は私が半年間、ほぼ洗車しないで青空放置した車の。 汚さっぷりをお見せしつつそれを生き返らせるための方法としてキーパー公式のミネラルオフ施工してご紹介してまいりましたが私本当に洗車嫌いで面倒くさいの嫌で暑いの嫌いなので全然やってなかったですしこのミネラルオフの溶剤を使って元に戻す作業も去年以降やってなかったような気がしますねなので本当に普段はやりたくないなって思うんですけどいざやってみて綺麗に弾いている状態を見ると。 やっぱり自分の車はその状態で維持すべきだなっていうのをちょっと実感したのでとりあえずはこの LBX 今日はもうやらないですけどどこかのタイミングで全面ちゃんとミネラルウオフを施工してきれいにしようと思いますし2年ぐらい経ってですねもう収集つかなくなったよって方は2年に1回やるメンテナンスとかを依頼した時に同じような状態に戻していただけるのでまだ施工して半年1年ぐらいの人は自分で溶剤を買って頑張って施工するのがいいんじゃないかなと思いますあとは一緒にご紹介していたこの新しいスキップスですけどねちょっと私今自分で喋っててあんま思いついてなかったんです が今ね助言いただいてなるほどと思ったんですけど結局このでっかいタオルとかだとこの下の方ですよねこのグリルの下とかをこう拭くっていった時に重くてでかいと下すっちゃったりしますよねだから下に触れるとタオルってもう使い物にならなくなるのでそういったものって気を使うしやらないと思うんですけどこのちっちゃいタオルであればこういうふうに下拭いた時も気にしなくていいですよねほぼ気にならないですね片手で押さえてグーッとしてやってればいいので、まあ、そういうところもこのスキップスジュニアの特徴になるしこういったグリルとか拭くのもあ 確かに今までだと重くて大変でしたけどそれはないかもしれないですね、そういうところでサイズの違いっていうのはちゃんと生きてくるんだと思いました今回ご紹介したミネラルオフはですね公式の通販のリンクみたいなのがあったかな、なかったかなちょっとわかんないのであれば貼っておきますが基本的にはご自身が施工していただいたキーパーコーティング施工店さんに言えばメンテナンスキットとして販売してもらえると思いますのでそちらでご利用ください。 私と同じくラスターネモさんに施工していただいた方もネモさんにご相談されれば同じくご案内してもらえると思いますそして同時にご紹介したこのスキップスは私のチャンネル見ていただいた方向けのクーポンも発行していただいてますのでこちらのクーポンを購入時 Amazon のねページで入力いただくことで値引きも入りますタイミングよければセールやってたりすることもあるんですけどやっぱとにかく吹き上げのね 効率はすごい上がるなと思いましたし、これ見てね、すぐ週末洗車したいから欲しいと思った方はぜひそのクーポンなどをご利用いただきましたからご購入いただければと思います。ということで本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。X や Instagram のフォロー、メンバーシップネクサスもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。